はい、私が佐世保オレンジジュースって呼んでるハンバーガー光さんで作ってるオリジナルオレンジジュースなんですよ、はいはいはい、でこれがね本店に行くとね作り方すごくて、うん、あのミキサーで、まあ、ミキシングしてくれるんですよちゃんと。ほうほう。その中にオレンジジュース入れるね。それから家であの料理に使うやつ、あの上白糖白い砂糖、はい、2杯ぐらいドンドンと入れます。ドンドンと。でそこにねあのシロップ漬けされたみかんの缶詰ダバーって入れます、はい、ミキシングします。それが本店で出てくる。でも私が子供の時はそういうオレンジジュース佐世保の喫茶店多かったんですよ。なんかとろーってしてんの。自分、うん、俺もねその子供の時に飲んだオレンジジュース あのイメージがあるんだけど、うん、その後ね飲んだオレンジジュースってねあれなんかこんな薄かったかなというねイメージがあって、で今日その話聞いてあこっち系のオレンジジュースを飲んでたのかと、うん、じゃあ早速ね飲んでみてください。いやその子供の時のオレンジジュースかどうかをね、うん、飲んでみるね。早く食べたい。あーこんな感じでやめえ脳に来るぜ。というわけで佐世保人はオレンジジュースまでカスタマイズするんでね、うん、そうそう砂糖入れてね、あこれ佐世保オレンジジュースとして認定しましょう。認定ね勝手に認定していくぞ、うん、はい。というわけで佐世保オレンジジュースインハンバーガー光でした。はい。